日本プロレタリア文芸連盟は1920年代のプロレタリア文学運動の団体である。1925年、それまでいろいろな動人組織などはあったが、きちんとした運動体を持たなかったプロレタリア文学の陣営の大きなまとまりを持った組織を作ろうという意図で組織された。12月に文芸戦線を中心に戦闘文芸、原子。 解放などのプロレタリア文芸雑誌、劇団戦区座、個人で、エマ・オサム、林・房サが参加して発足した。1926年11月には、中野茂春、亀井昭一郎、梶渡ワルラ・マルクス主義芸術研究会のメンバーが、加入する。きちんとした、機関誌は決めなかったが、事実上雑誌、文芸戦線が機関誌として機能していた。 はやまよしき、インバイフ、黒島伝授、豚軍などの作品が掲載され、運動に活気がもたらされた。演劇においては、共同印刷葬儀を支援したトランク劇場の活動など、新しい演劇創造にも力を入れた。1926年9月に文芸戦線に掲載された、青の末吉、自然成長と目的意識の中で、プロレタリア文学は、 マルクス主義運動としても位置づけを与えられ、共産主義系でないアナキスト系連盟員を排除して、新しく日本プロレタリア芸術連盟として再出発した。ありがとうございます。